甲南大学レッドギャングは甲南大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームである。チームカラーは赤。1955年、関西6番目のチームとして創部。1947年夏から48年秋にかけて1年余り、旧西港南高校にアメリカンフットボール部が存在し、これが現在の甲南大学アメリカンフットボールのルーツである。 48年の関西リーグに参加するも、学生改革により自然消滅。しかし、1952年に池田高校出身の奥村統治、木村正宏、豊中高校出身の大信幸が中心となり、創設活動を開始し55年5月に関西6番目のチームとして創部。同年10月に正式にアメリカンフットボール同好会として、学友委員会に登録。 11月に関西学生アメリカンフットボール連盟に登録。1955年に池田高校出身でタッチフットボール部出身の久村投手、木村正宏、豊中高校出身の大信幸の3人が中心となり、総部への第一歩を踏み出した。問題点は部員の勧誘と防具の手配であった。が、彼らの熱心な勧誘で数名の入部希望者が 現れた。ついで防具を入手しなければならなかったが、当時一般に販売されていない防具をどのようにして入手すればよいかと困惑した奥村氏は、池田高校タッチフットボール部の一年先輩で、関西学院大の OB でもある長手、伊佐尾氏に相談した。すると、タイミングの良いことに、警視庁のフットボールチームが廃止になり、その中古の防具を、関西フットボール連盟が買い受け、 それを長手氏の紹介によって当時の山の内協会理事長の行為で譲っていただくことになった。誰もがアメリカンフットボール未経験で練習方法もわからなかったため防具入手で尽力をいただいた長手氏に正式にコーチ就任を依頼。そして初代監督には旧聖光南高校アメリカンフットボールチーム OB の月野氏に依頼した。同年10月、 正式にアメリカンフットボール同好会として学内に認められ、11月には連盟に加盟。関西では関西大学、同志社大学、関西学院大学、京都大学、立命館大学に次ぐ6番目の加入。1956年の春は部員不足の関係から、港南大学単独での合宿は困難であったが、関西大学の計らいにより、 彦根での合宿に参加することとなった。4月15日には、西の宮球技場において、旧西高南高校フットボール OB の協力も得て、オールシガとの初試合が行われた。同年、学習院大学と定期戦を結び、第1回を5月5日、明治大学グラウンドで開催し、24から14で勝利。1956年11月に、 関西学生リーグ戦に初参加。結果は6チーム中6位に終わる。1958年に体育会に昇格。過去最高位は2位。港南大学体育会50年史より、早々期から65年頃までは、関西学院大学に次ぐ関西の第二勢力として、解消を続けてきた。77年の愛知学院大学との入れ替え戦は、勝利したものの、 翌78年神戸学院大学との入れ替え戦で敗北し2部降格。当時の近畿学生リーグで8年間低迷の時期を過ごしたが86年には2部リーグで優勝。続く入れ替え戦出場トーナメントでも優勝し、入れ替え戦では大阪大学に7-3で勝利し一部昇格。1987年の一部復帰と同時に選手の保護者を中心とした。 講演会が発足し、イヤーブックが発行された。関西大学とは1988年から91年の間、4年連続で入れ替え戦で戦い、因縁の相手でもあった。1988年は1勝6敗で8位となり、入れ替え戦出場となったが14から7で勝利し、残留。しかし、翌89年に0勝7敗で8位となり、入れ替え戦で、 3から24で敗れ二部降格となった。90年は、連盟の通達により、ユニフォームを着ることが禁止になり、パンツに裾を入れることとなった。この年は二部リーグで、ブロック優勝したが、関西大学との入れ替え戦では、残り43秒に FG を決められ、20から20の引き分けとなり、規定により二部残留となってしまった。この試合がきっかけで、これ以降、入れ替え戦では、 大ブレーク方式へと変更となった。91年、それまで、乱攻撃主体のオフェンスを前年に招聘した、ジョン・マコビックコーチの教えのもと、パッシングにも磨きをかけ2部リーグ優勝。入れ替え戦まで駒を進めるが、関西大学とシーソーゲームを繰り広げるも28から35で赤敗92年は、入れ替え戦で、 大阪体育大学と対戦したが13から21で敗退。92年度より、スポーツ推薦制度による入学が始まった。1993年、2部リーグで優勝し、入れ替え戦出場校決定戦で、金沢大学に百0 0ロ0で勝利し、入れ替え戦でも、同志社大学に49から14で対勝。4年ぶりに一部昇格を果たした。 その後94年から96年まで、武田、森川、山口の q b や岩木、横山、戸川といった、RB、遠藤、長峰、小林ら WR 人の活躍もあり3勝、3勝、2勝の成績を残す。97年は2勝5敗、同率6位となるが抽選の結果、入れ替え戦出場となり、同志社大学に26から23で敗れ二部降格となった。 1996年に創部40周年、記念式典を新阪急ホテルで開催。1998年は2部リーグで優勝。入れ替え戦の相手は2年連続で同志社大学であった。試合は0から0のまま第4級まで進み、試合終了間際に敵陣エンドゾーン目前で決まれば、勝利のフィールドゴールを試みるが、失敗。 試合は延長タイブレイクとなり2回目の同志者の攻撃でフィールドゴールが外れ6から3で勝利し1年で1部リーグに返り咲いた。1999年には設備の面でデイリーコーチの固定化、トレーニングルームの充実など環境が徐々に整い、春シーズンの関西学院大学との練習試合で13から10と勝利。 秋シーズンでは一部復帰1年目で4勝3敗と、勝ち越し、当時3強の関西学院大学、立命館大学、京都大学に次ぐ4位。4勝のすべてが10点差以内という、接戦続きであった。WR、ノーミ、QB 中田が、コカ・コーラの CM に出演した。翌2000年には、首相ディフェンシブエンド時災害、オールジャパン選出のディフェンスラインを壁、 コーラインバッカー石原要するディフェンスとリーディングレシーバーの松下、コークウォーターバック、中田などタレント揃いのメンバーで、秋シーズンでは37年ぶりの開幕4連勝を挙げ、全勝対決で迎えた関西学院大学との試合は前半14から14で折り返すも、28から49で敗れてしまい、2年連続で4勝3敗で4位の成績を残した。年。 二年と二勝五敗で5位となり二年には初めて西日本大学王座決定戦に出場、九州大学に41-0で勝利。二0三年、大岡周平と監督が代わり関西、リーディングレシーバーの首相、吉田や、コーラインバッカーの山本とタレントを要するも0勝7敗で入れ替え戦出場となり、龍谷大学に27から14で敗れ二部降格となった。 4年は入れ替え戦で同志社大学に14から36で敗れ2部残留。神戸ベイシェラトンホテルで、総部50周年式典が行われた5年は、圧倒的強さで2部リーグ最終戦まで進むも、大阪産業大学に、まさかの敗戦を喫してしまいリーグ戦で敗退し2部、残留。6年には全勝で迎えた2部リーグ最終戦で、 京都産業大学に46の11で大勝続く、名城大学に27から21で辛くも勝利。2年ぶりに、出場の入れ替え戦では1部リーグ7位の近畿大学に、前半17の7とリードしながら後半逆転され24から28と敗れてしまうなど、苦しいシーズンが続いた。ジョン・マコビックが8年ぶりに来日、コーチングした2007年は、 春季シーズンで京都産業大学に敗れ、入れ替え戦では1部リーグ7位と当たることになってしまう。この年より大学より強化指定クラブの認定を受ける。秋季シーズンは勝ち星を重ね全勝で迎えた、入れ替え戦では3年の入れ替え戦で敗れ2部リーグに落とされた因縁の相手、龍谷大学と戦い、前半はリードされるものの徹底した乱攻撃とスペシャルプレイでドライブし、 後半に20から14と逆転し、残り時間をディフェンスが、自陣まで攻め入れられるもホースダウンのパスをしのいで、守り切り、勝利、悲願であった5年ぶりの一部復帰を果たした。8年、5年ぶりの一部リーグの舞台では、前年、一部復帰の原動力となった主力メンバーの、卒業による喪失が多く、4回生は近年では、最も少ない10人という中、 春季シーズンでも一部リーグ校には全敗。そんな中始まった秋季リーグでは、第3戦の関西大学に23の13で勝利し、続く京都大学に引き分け、最終戦の同志社大学に24から10で勝利し、6年ぶりに2勝4敗1分で6位となり、ウエスタンボールに出場し、中四国リーグと九州リーグ王者の広島大学に40の0で勝利した。 またこの年、ランニングバック高谷がリーディングラッシャーを獲得。2009年、リーグ戦初戦の神戸大学との試合は、シーソーゲームの展開で、試合終了残り約1分で逆転されるもオフェンスが、敵陣からドライブし残り3秒で、フィールドゴールを決め引き分け、続く、京都大学には21の14で36年ぶりに勝利。その後、近畿大学に勝利し、 二年連続で2勝4敗1分の成績で8年ぶりに5位となる。この年はパンターイタヤがプレシーズンオールジャパンに選出された。高ランニングバック、高谷とクォーターバックの松延が最終学年となりさらなる飛躍が期待された2010年は初戦の同志社大学戦で勝利試行スタートを切ったもののその後4連敗し近畿大学に勝利して2勝5敗の6位に終わった。 この年は2年生長吉がリーディングレシーバーとなり関西学生ベスト11として最優秀スペシャリストチーム賞に中野オフェンシブラインに首相2期が選ばれた2011年はリーグ戦で龍谷大学に勝利したが8位となり入れ替え戦では近畿大学に敗北し再び2部へ降格2012年はブロック優勝したものの決定戦で 大阪教育大学に敗れ、入れ替え戦でも一部7位の龍谷大学に赤敗2013年は二部で3勝2敗、2014年度は監督が大岡修平から堀田交渉に交代し2勝3敗と、総部以来初めて二部で負け越しというシーズンであった。2015年は6月に学習院大学とのレセプションを兼ねて、 総武60周年記念式典を神戸米,米シェラトンで開催し、初めて六甲アイランドでの公式試合を行った。首相の吉岡を中心とし、入れ替え戦で桃山学院大学と対戦して FG のみで9から3で勝利し5年ぶりの一部復帰となった。大げ本、竹内、近藤が各ポジションの2部リーグの最優秀選手として連名から表彰された。 2016年は、QB、イバラ、WR、吉岡、牧田、コーラの活躍で、残り26秒で、京都大学に7年ぶり逆転勝利。神戸大学にも勝利し5位。DB14 度位はパンターとして、関西ベスト11に入賞。2017年は台風による、暴風、大雨の中、桃山学院大学に51の6と解消。続く、 同志社大学には逆転で勝利し、2勝で同率5位となった。ドイガゴインターセプトで2016年に引き続き、リーグトップの成績を収め、関西ベスト11と記者の投票により優秀、守備選手として選ばれた。総部以来、バニグでザイアをモットーに活動してきたが、高難の学生に自由でのんびりしているお坊ちゃんというイメージが、 定着していたため荒っぽい男らしさへの憧れから、盗賊という意味のギャングが生まれ、チームカラーの赤と合わせて1974年に決定した。創部以来、チームカラーの赤あるいは白を基調としたユニフォームである。デザインは、装部以来ほとんど変わっておらず、袖やパンツの横にラインが入ったり背中にコナンユニブと入ったり、パンツが白か赤に変わったり、 気温が上がる9月の試合でヘルメットを白地に赤い、ラインが入ったりとマイナーチェンジはあるものの、基本的に白いパンツに真っ赤あるいは真っ白のユニフォームに背番号で他に装飾がなく、非常にシンプルなデザインである。1990年の入れ替え戦時に従来のメッシュタイプからマイクロメッシュへ生地が変更され、その時にユニフォーム袖の日本線が廃止になった。 2004年の学習院選を最後に赤パンツの使用を中止、白パンツもラインなしの無色になった。5年ぶりにジブリーグに復帰した2008年には、ホーム用ユニフォームを当時の首相、キッタラがデザインを考え、背番号の字体が変更され、左胸に高南大学の交渉である兜をかたどったマークと、レッドギャングの文字が描かれた。ヘルメットの色は赤で、 フェイスガードの色は白ヘルメットなどについているレッドギャングのロゴである UK マークは1984年に堀内氏により作成。同年の東京遠征学習院大学選で初披露された。貼り付けはヘルメットの左側のみ。創部40周年、50周年時に周年誌を作成し記念式典の出席者に配布された。 2015年度以降のイヤーブックには、1学年ごとに過去60年分の写真、メンバー、周期成績が残されている。イヤーブックは1987年から発行されている。1986年に六甲アイランドに練習施設とクラブハウスが完成。元山南グラウンドより移転。部室、ミーティングルーム、トレーニングルームなどが併設。 1989年の春シーズンまでは、大学所有の荒野グラウンドで、主に合宿を行う。大学の90周年記念行事の一環として2009年11月に、グラウンド改良工事が完了。創部以来、土のグラウンドで練習をしてきたが、六甲アイランド施設の充実が図られ、グラウンド中央に u ケマークとエンドゾーンにコナン、ユニブの文字が入った。 全面人口芝グラウンドとなった。大学自体の女子比率が高く、近年女性スタッフが充実している。会計は2001年度以降、学連は2005年度以降女性が担当。3回生で会計を担当し、ほぼそのまま4回生で、女子責任者、学生連盟の担当になっている。2014年度から物品と金銭の管理簡素化、効率化から、 六甲アイランド生協にてテーピングの取り扱いを始めた。その他、サラダチキン、シーチキンの取り扱いを始め、高タンパクの食材を六甲アイランド生協で手に入れることができる。2017年度春合宿を大学が購入した白川大キャンパスにて行う。1992年に3名の推薦入学から始まった。 現在の推薦入試制度での学生人数は1部リーグや2部リーグ上以降の私立大学に比べると非常に少なく選手の半数以上が一般入学の選手で成り立っている。またその大半がアメリカンフットボール未経験者である。付属の高南高校にはフットボール部はない。1990年に姉妹提携を結んでいるイリノイ大学で当時ヘッドコーチを務めていた。 ジョン・マコビックを初めて招平。10日間の短期間ながらオフェンスのスタイルがバランス化した。また1993年1995年には同じイリノイ大学でコーチをしていたデニー・マーシンを招平。そして1999年2007年にもジョン・マコビックが来日し、コーチングを行った。また2008年にはアメリカプロフットボールリーグ NFL より、 現役選手2名を招聘し、内外電気、マービーズトロッコーアイランドグラウンドにて合同練習を行ったこともあった。1990年よりの大会時には、MVP、最優秀攻撃選手をジョン・マコビック賞、最優秀、ラインマンをデニー・マーシン賞として表彰している。最優秀守備選手は、関西学院 OB で2代目監督の長手氏に敬意を表し、 長手賞を創設している。1956年から大学同士の提携もあり、春に学習委員大学と定期戦を行っており、2015年で60回を数える伝統のある大戦。東西大抗の定期戦として、日本で6番目に古い。各年ごとに東京へ遠征している。百七十一年から、青山学院大学と定期戦を続けていたが二千二年の、 対戦をもって、青山学院大学の部員不足により休止。河南大学44勝を9敗4引き分けに、対戦なし一中止2005年から毎年4月、上旬に男女落路すぶとともに、王子スタジアムにおいて、神戸大学との合同新入生歓迎祭を行っている。2010年は、関西学生アメリカンフットボール連盟主催の試合で、 神戸大学との試合が5月に行われたため休止。2014年度よりアメリカンフットボール部での単独開催。1984年、中村、西野を中心に同好会として発足。アメリカンスタイルの応援をしたいということで、1989年にアメリカンフットボール部専属チアリーダーとして活動。六甲アイランド施設及び移動バスが、 体育会部員しか利用できないとの理由により、1992年からアメリカンフットボール部の部員として所属。2002年に他競技の応援を主体及び、競技者として大会に出場したいという意向もあり、年度末をもってチアリーディング部として独立司教に立っている。ありがとうございます。